はい、皆さんこんにちは。夕日時のガリダヤ湖へようこそ。本当にこの時間帯はね、2番目ぐらいに綺麗な時間なんですよ。本当にこのガリダヤの後ろの、山がピンクになって、そして風もね、気温も涼しくなって、鳥がチンチョコピンパンまた鳴いて、ただただ平和な時間です。主に感謝します。今回の動画はね、結構チルい感じでやっていこうと思うんですね。何をしようかというと、最近あるすごい最高なコメントランキング、世界ランク6位ぐらいのコメントが来たので、それを文字でパカパカ返すんじゃなくて、せっかくなのでね、この動画を通して、言葉を通して、そしてみんなにもシェアしたいと思ったので、動画を通してこのコメントに返すことにしました。それではコメントを読んでいきます。最近ティムさんのチャンネルを知ったものです。今回の動画とても興味深かったです。ちなみにこの動画は、ジャスティン・ビーバーの証のあれですね、福音、フライト中に福音を語られたフライトアテンダントの人がスピリチュアルから救われた証に対するコメントですね。今回の動画とても興味深かったです。そしてここに書くのが適切かわからないのですが、ティムさんの見解を教えていただきたいと思うことがあって、コメント欄に書かせていただきます。なんか言葉遣いがすごいかしこまりすぎて、すごいなんか国会議員になった気持ちでちょっと楽しいかも。それはスピリチュアルとキリスト教について、最高なトピックですね。一番ホットな、俺もよく話してるニューエイジのトピックですね。実体談をちょっと読ませてもらいます。私は幼稚園から高校までクリスチャンスクールで、礼拝も聖書の授業もずっと受けていたし、毎週日曜学校にも行っていました。でも残念ながら、そこで私は愛や安らぎを感じられたことはなかったんです。先生やシスターたちは厳しく冷たく、ただ子供を道徳的で従順に育てるために宗教を用いているように感じられてなりませんでした。だから私は宗教が大嫌いになり、今はクリスチャンではありません。でも神への信仰心だけはずっとあって、大人になるといつの間にかスピリチュアルにどっぷりになっていました。そこに愛や救いがあるように思ってたんです。瞑想や呼吸法なども実践してきて、素晴らしい体験ができたこともあるし、気づきや成長もあったと思います。でもうさんくさいチャネリングや子供騙しの占い、それに願望実現法とか引き寄せの法則とか、人生を自分の思い通りに操る方法までもスピリチュアルと称してビジネス化されていく中で、なんだかスピリチュアルというもの全部が嘘くさく気持ち悪く感じるようになってきてしまったんです。ハレルヤハレルヤ。ただ神様の愛とつながっていきたかっただけなのに、神様は信じているのに宗教にもスピリチュアルにも疲弊し、罪悪感、険悪感を感じている人って私だけでしょうか。最近ティムさんの動画を見始めて、自分が知っているつもりだったキリスト教と全然違う感じがして、スピリチュアルであることとクリスチャンであることがどう違うのかちゃんと知りたいと思いました。そして私のような宗教疲れの人や教会に属さない人でも、信仰心や愛を持って生きるヒントやアドバイスがあれば、ぜひ今後の動画を通して教えていただければありがたいと思います。なんというコメント、もう本当にハグしたい気持ち。めっちゃ長くなってごめんなさい。今後の動画も楽しみにしています。わーわーわー。なんかまずはですね、本当にコメントをくれたことを心から感謝します。自分の経験も話してくれたことと、具体的な疑問とかもくれたことを本当に本当に嬉しく思います。マジでありがとう。最初のこの部分だけ最初まず返していきたいと思いますね。その過去の経験のこと、こういう人って本当に本当に多いと思う。実は自分も一番最初ちっちゃい時に行った教会がどんどんおかしくなって、ちょっとカルトっぽくなって、ちょっと具体的に話すと、木の棒でケツ叩かれたりっていう経験したぐらい、すごい冷たいちょっと変な教会になっちゃったので、ね、自分たちがもともと行ってた教会昔だから、すごい気持ちがわかるの。だからその経験は、そのなんていうかな、傷ついたこととか、宗教から、このシスターから、こういう人たちから傷ついたっていうのは、こう軽く見たくないし、本当にイエス様からの癒しがあることを本当に祈る。なぜならこういう傷って結構深くいくことあるし、宗教が大嫌いになる気持ちっていうのはめっちゃわかるで、なんなら変に聞こえるかもしれないし、変に受け取ってほしくないけど、俺も宗教嫌い。正直言ってね、悪く捉えてほしくないんですけど、宗教は正直別に好きじゃないし、自分が宗教にいるっていう感覚も全くゼロだし、むしろ本当にイエス様のね、真理に出会って俺は解放されて、本当に自由だっていう今状態なので、それも詳しく後で話すんだけど、そうだから、そこはすごい同意する。宗教が大嫌いっていうのは、まあ正直言って同じ でもその神様っていうか、このね、神への信仰心があるっていうのは、
すごい俺に似てる気がする。俺もやっぱりちっちゃい頃教会行ってたってこともあって、この神様の存在っていうのは結局どこかあったんだよね、心の中に。いくら俺がそのスピリチュアルにハマったりニューエイジにハマったり、ね、世の中のことで忙しかったとしても、結局きっとどこかに神様を意識する思いは絶対あったし、そういうなんか似てる感じだと思うんだよね。本当にスピリチュアルに行ってしまったってことで、そこに愛や救いがあると思ってた。でも本当にここで言ってることがめっちゃアーメン、本当にうさんくさいし、本当に子供魂っていうか、いい言葉だけを並べて、これであなたの人生完璧になるよって、このいい綺麗な言葉だけを全部並べて、実際疲れば疲るほど、え？え？え？ってなってくわけよ。何これって、結局エンプティーじゃんって、結局空っぽじゃんって、私は結局これから何を得てるのってなるわけさね、一定のとこまで行くと。そのここで言ってくれてる、最近俺の動画を見て、この自分がこの想像してたってか、こう固定概念を持ってたキリスト教と違うって思ってくれたのは、もう本当に本当に主に栄光です。もうそれがこの自分がやってる、このティムクリやってる目的でもあるし、この自分が信じてるもの、この聖書っていうのは宗教じゃないんだっていうことをもう強調したくてしょうがないんですよね。だからここをちょっとね、深く話させてもらいたいと思いますね。宗教っていうのは俺の頭の中では、この人が作り出したもの、あのいろんな哲学とか価値観とかをいろいろ混ぜて人間が作り出したものが宗教だと思ってるのね、俺は。だけどこの聖書っていうのは違くて、神様が俺らに当てて書いてくれてるもの、そしてそれの中身が何かっていうと真実だわけ。この世がどうやってできたかとか、実際今も唯一生きて働かれてる神様のこの証、証拠を書いてるものだから、宗教とは全く関係ない。で、あの結局こうやってね、経験を通して傷ついたりしてしまう、このキリスト教、そしてクリスチャンとかシスターとか、こういうシステムから傷ついてしまうっていうのは、なんていうかな、結局この真理であるはずのこの聖書を人が宗教化してしまうと思うの。宗教化してしまってると思うの。このいろんなルールを変に決めつけたり、この立法的になってしまう、そのユダヤ人みたいに、ユダヤ教の人たちみたいに、全てのこのルールとか立法を守ってることによって自分は救われてるとか、自分は良い人だとかっていう、この変な人間的な価値観にどんどんこう引きずられてしまってる状態だと思うんだよね。なぜかというと、聖書の中身を知れば知るほど、この神様の性質っていうか、この愛の性質、イエス様のこの優しさ、愛をどんどん知ることができる。で、この本当のイエス様を知っていくときに、もしかしたらこの、あ、クリスチャンって思ってた人たちが、この自分が今読んでるイエス様と全然ちょっと違かったりすることに気づくと思うの。クリであることは、ただただ聖書を読んでイエス様に従うことなんだよって。別に教会行ったらクリスチャンじゃないし、クリスチャンスクールに行ってるからクリスチャンじゃないし、いや違う違う、クリスチャンであるってことは、ただただこの聖書を読んで、このイエス、イエシュアハマシア、このイエスキリストについていく、従ってる弟子だっていうことだけ。で、それはどういうことかっていうと、ただただイエス様の教えを実践していくだけ。ヤコブの手紙に書いてある通り、この行いのない信仰は死んでるものと一緒ですって書いてあるの。魂を離れてる体が死んであるものと同様に、行いのない信仰は死んでるのですって。そういうことだと思うの。だからイエス様の教え、イエス様の言ってくれてることをちゃんと実践できてるか。実践していくときに何が生まれるかっていうと、愛が生まれる。そしてあのガラテヤ人の手紙に書いてあるこの御霊の実、聖霊がね今あるんだけど、この聖霊から出てくるこの実が生まれるわけ。今リストしてますね、ここに。ごめん、全部覚えられてないけど、これが本当クリであるってこと。だからすごいこの人間的なことでつまずいてしまうのって本当に残念。この神様に従ってるはずの組織とか教会とかスクールとかね、人々から傷つけついて、それを見てこうイエス様を突き放してしまう、神様を突き放してしまうっていうのはすごい残念なことで、すごいもったいないこと。だからイエス様もマタイの福音書の10章11節ぐらいで、あの私につまずかないものは幸いですって、誰でも私につまずかないものは幸いです。本当にその通り、俺らがこの人をどかして、教会をどかして、クリスチャンスクールをどかして、今まで受けた傷とかを一回どかして、聖書に書いてある通りの本当のイエス様を知っていくときに、俺らはなんていうかな、
俺らはつまずくことがないと思う。イエス様完璧だから、愛の方だから。だから決して人々、これよくいろんな人に言うことなんだけど、そして自分にも本当に言い聞かせてることなんだけど、人々を通して神様を見ては絶対にダメ。教会を通して神様を見たら絶対ダメだし、払ったらどうやって神様を求めればいいか、神様をこの見出していけばいいかっていうこと、もう御言葉だけ。そして自分と神様との一対一との、この関係、祈りの時間、賛美の時間、こういうことを通して俺らは本当に神様を経験していく。そして神様はその中で俺らを作り変えてくれていくわけだから、本当にあなたがね、この経験したこの過去のトラウマというか、あの傷は本物だと思うし、俺も実際その過去あるし、そしてそれをさせてしまった過去もあるかもしれないね。だけど本当に大事なのはフィルターをかけずにイエス様を見るだけ。もうそれ、そうすれば本当の神様を知ることができる。だから俺は何回も言っていく通り、このキリスト教っていう言葉自体もあんまり好きじゃないの。俺らキリスト教じゃないもん。ただただ聖書を信じてるだけ、神様を信じてるだけ。You know what I mean? この宗教に属してる感じの聞こえ方する言葉、俺実は本当に好きじゃないの。だから最初に言ったことに戻るけど、俺は全く宗教に属してなんか何もないし、むしろ本当にこのイエス様の真理、聖書の真理であって、もう世の中の嘘から解放された、スピリチュアルの嘘から解放された、ニューエイジの嘘から解放された。で、俺はただただあなたに直接言いたい、あなたにもこの解放、このあなたにもこの自由を経験してほしい。聖書を読んでください。だからこの神様に出会うことによって、イエス様に本当に出会うことによって、この自由を経験してほしい。今まで自分が求めてたこと、そのニューエイジとかスピリチュアルとかは、そこから答え絶対出てこない。一時的な満たしとかは来るかもしれない、一時的な平安とかはあるかもしれない、でもそれは長続きしない。本当にそれはね、高校経験を通して言えるし、だからイエス様も宗教を撤廃しに来たんだよ。その時ね、ユダヤ教の旧約聖書をよく勉強して守ってたりするこのパリサイ人、ラビとかね、そういう人たちがこの自分たちの伝統とか、そういうしきたりとかを大切にするがゆえに、神の言葉を無にしてしまったってイエス様言ったの。だからこの一番神様を知ってそうな人たちなの、一番知らないの。結局宗教になってしまったから、愛がなくなってしまうの。だからイエス様は本当の見本を見せに来たの。この旧約聖書に書いてあったことがどういうことかっていうのを全部自分を通して教えてくれたの、示してくれたの。本当に本当にこの人間を見たらダメ、教会を見たらダメ。完璧な人いないし、完璧な栗いないし、俺も全然完璧からはもう5930メートルぐらいあるぐらい、めっちゃ遠いけど、それでも神様はこの自分を通して、あれ、自分が今まで思ってたこの嫌なキリスト教とはちょっと違うかもって思わせてくれたのは、もう全部主の栄光。俺の何でもないし、ただただイエス様が俺を通してそれを自分を表してくれてると信じる。だからね、なんだろうね、ごめんね、本当に伝えられてるか分かんないけど、直接的に言っちゃうけど、スピリチュアルとかニューエイジに行かないでほしい。それ答えじゃないって今正直大胆に言いますね。何が答えかっていうと、イエシュア、イエス様だけ。どこに探しに行けばいいの、イエス様って言ったら、まず御言葉読んで、自分でも求めて語りかけたい。 He's there for you。 イエス様、本当あなたのためにいます、あなたのそばにいます。マジで俺はそれを経験したから言えてる。で、本当にイエス様に出会ってからもう全てが変わった。もうそれはね、動画を通しても少しでも伝わってほしいし、本当に違う。イエス様に出会う前の自分と今の自分、全然違う。これは本当特別な数人のためだけのものじゃないの、本当にあなたのためのものなの。だから本当に今ね、あなた求めててると思うんですよね。だからぜひこの自分のその状態をこの無視しないで、本当に求めてほしいです、イエス様だけを。で、今までサタンは、悪魔はこのキリスト教っていう宗教だよっていう嘘を俺らについてきた。本当真理であるこの聖書は、いや、これも結局ただの宗教だよって、そういう嘘を今でも世の中の人についてるの。みんなそれに騙されてしまってるの、残念ながら。それはね、なんていうかな、人間の弱みもあるし、
サタンの策略もあるし、だからぜひ本当に愛を求めているなら、しつこいかもしれないけど、イエシュアだけです、イエス様だけです。そして本当に神様はあなたを愛してるって何度も何度もリマインドしたいと思います。まずあなたがこういう疑問を持ってること自体、そしてコメントしようって思わせてくれたのも全部神様の導きだって今本当に信じます。だから祈ってます、あなたのために。ぜひコメントください。また何か思うことがあればいつでもコメントしてください。そして他の人も、もし動画で答えてほしい質問とかがあったらぜひ質問してください。毎回動画で答えれるかは分かんないけど、できるだけ早くね、みんなに答えようと思うんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとう、本当にあなたのために祈ってます。そして皆さんも、彼かな、ぜひお祈りください。この平和がぶち溢れてるガリラヤ方面から日本に送りました。見てくれてありがとうございます。本当に God bless you ね。Especially このコメントくれた人に本当に大きな祝福があるように祈ってます。それでは次の動画で会いましょう。Thank you guys so much for watching and I'll see you in the next video. God bless you. Ciao, ciao. Toda gaba.